ピエール・ロード・ピエール・ロードは19世紀フランスのバイオリニストで作曲家。無伴奏バイオリンのための24のカプリースにより、バイオリン学習者に親しまれている。日本のバイオリン関係者の間では、ローデと呼ばれることが多い。ボルドー出身。13歳でパリに上京し、序盤にバッティスタ・ビオッティの愛弟子となる。ビオッティは、ロード少年に恵まれた才能を認めて、 無報酬で指導に当たった。ロードは、ビオッティの演奏様式を受け継ぎながらも、ひときわまろやかでひときわ洗練された音色をそこに、付け加えた。ポルタメントをふんだんに用いたことも記録されている。ピエール・バイオとロドルフ・クロイゼルと協調により、パリ音楽院バイオリン科のための教本、バイオリン演奏の方法論を執筆した。これは1802年になって出版されている。ロードは、 フランス皇帝、ナポレオンの宮帝バイオリニストとして、オランダ、ドイツ、イギリス、スペインなどで幅広く演奏活動を行った。1804年から1809年まで、ボイエルデューと共に、サンクトペテルブルクで、ロシア宮帝音楽家となり、後に、モスクワにも滞在した。ベートーベンの、バイオリン・ソナタ第10番と調作品96は、ロードのウィーン訪問中に作曲され、 1812年12月、リドルフ大公がピアノ、ロードがバイオリンを弾いて、初演を行った。ロードは室内楽も演奏したが、レパートリーの骨格を成していたのは、ビオッティの競争曲や、それを手本に作曲された、自作の13の競争曲であった。競争曲だけでなく、それ以外の作品もみなすべてバイオリンのために、作曲された。 ベルリン滞在中の1814年から1819年に作曲された24のカップリギスは有名である。ロードのバイオリン競奏曲は今こそ滅多に演奏されなくなっているものの、ロマン派音楽のバイオリン競奏曲の発展の上では重要性のある作品である。ロードの表だった活躍は後進バイオリニストに影響を与え、例えばルイ・シュポアは ロードの演奏様式を取り入れ、それをさらに発展させた。1830年に、アキテーヌ地域圏、ロットイコールエイコールガロンヌ圏、ダマザン近郊のブルボン城で他界した。ありがとうございます。